はい、それでは始まりました。今回は、スタートアップは、ロビングしようというようなテーマで、ポリポリの伊藤和馬さんに来てもらってます。よろしくお願いします。和馬と呼ばせてもらいますけど、ぜひ。最初、まず、ご自身の自己紹介をしてもらっていいですか？ありがとうございます。株式会社ポリポリの代表の伊藤和馬です。ポリポリは政治行政スタートアップということで、政治行政と国民が政策をと一緒に作るようなプラットフォームを作るような会社になっています。で、簡単に自己紹介としては、僕は19で起業した、ポリポリを起業したんですけれども、初めての衆議院選挙があった時に、政治とか行政ってなんでこんな風にいけてないんだろうっていうきっかけで、そのまま自分で行動をかけたので、ポリポリを立ち上げたっていう感じになります。ポリポリやる前は、俳句がすごい好きだったことから、俳句版のツイッターみたいな形の俳句テフテフっていうサービスを、自分でプログラム勉強して、毎日新聞さんに売ったりとか、あとは F ベンチャーズっていうベンチャーキャピタルで、アソシエイトとして、ベンチャー投資に関わったりしていました。最近急接近してるんで、最近知ったんですけど、VC でインターンをして、で、俳句のサービスを、それも朝日、あ、毎日新聞か、毎日新聞に売却してるとか、なんか、で、自分でコード掲げてって、なんて言うんだろう、イーロン・マスクみたいかなみたいにちょっと思ったんですけど。まだまだなんですけど、ちょっとイーロン・マスク、最近いろいろとニュース出てるんですけど、イーロン・マスクに比べたらまだまだなって思うところあるんで、ちょっと頑張りたいと思っちなて。みになんかベンチマークしてる経営者とかいますか？僕、ちょっと昔の経営者の堤清二さんっていう、セゾングループとかの大好きで、すごい尊敬してますね。その背景はどんな？やっぱその経営者の偉大さって結構文化をいかに作ったかみたいなところなんですけれども、やっぱ堤さんはね、いろいろ文化を本当に作った人、いろいろと最後は大変だったと思うんですけど、っていうところでやっぱり尊敬してますし、ポリポリもそういう会社になりたいなと思ってますね。素晴らしい。で、今回の、いわゆるこうトピックスで、ロビングについてちょっと話してほしいなというふうに思ってるんですけど、僕はベースとかがこう使っている、いわゆるこう個人が EC サイトを作れるっていうので、いわゆる特商法って言われるもので、これずっと僕も聞いたことがあるんですけど、いわゆるこう僕がじゃあこう、なんだろうな、僕はパーカーとかを結構今、スカイランドパーカーみたいなのがあるんですけど、アンラーニングパーカーって作っわかりて、まこれをじゃあ、なんか販売しますって、スペースを使ってやったときに、特商法の関連で個人住所を表示しなきゃいけなかったわけですよね。僕の自宅とか。で、それを、これを表記しないで、今はもうベースの、多分会社の住所になったのかな。みたいな形になんかこう、これは、法律をというか、変更、ロビングによって変更するみたいなことができたみたいな話を聞いたところがあって、それで、ちょっと今回カズマに出てもらって、その背景とか、どんなふうにこうプロセスを踏んでるのかってちょっと聞きたくて、お声がけしたんですけども、なんかそもそもこれどういう起点から何が起きてるとか、どんなふうに物事が進むのかっていうのを、ぜひ、この例をベースに教えてもらえますか？ありがとうございます。そうですね。やっぱりその、まずベースさんだったりとか、ノートさんとか、ウームさんが、中心になったのクリエイターエコノミーを、結構いろいろと推進するクリエイターエコノミー協会ってところのロビングをですね、ポリポリとして結構サポートさせていただいて、今、木下さんがおっしゃったような、特商法の、運用というかですね、を変えたっていうのが、今回の、ロビングの成功事例みたいなところあるんですけれども、まず言いたいのはですね、ロビングの基本的な考えとして、正しいロジックと正しい順序、正しい方法でいけばですね、ロビングっていうのは成功するっていうのはあって、で、かつそのスタートアップってやっぱりそのグレーだったりとか、そのまだ社会にないところを攻めるっていうところがあるので、スタートアップ、特にシリーズ B 以降ぐらいはですね、みんなロビングするべきだというふうには僕は思っていますね。で、ベースさん、このクリエイコ協会さんの例でいくとですね、まずその、その特商法の関係で、ユーザーさんがですね、住所を登録して、それを公開しないといけないっていうことだったと思うんですけども、これってその今の時代、まずですね、その、割と住所が公開したりすると、例えば女性とかに関しては、それこそストーカー被害だったりとか、それ危ないよねっていうのがある上で、ベースさんとかも、その、何ですかね、別に住所はなくてもですね、昔だったら、住所をないとですね、どうやって連絡するのみたいな、本当に昔だったらそうなんですけど、今って電話番号とかメールとか、なんなら、その取引自体、問題があったら止められたりするんですね、プラットフォームとして。そういうテクノロジー進歩があって、その別に、何ですかね、ちゃんとストーカー被害とか社会課題もあって、かつ別にその反論として、いや、ちゃんと連絡取れますよと、住所がなくても。っていう、ロジックがある程度、ありますと。
中で、まあ、正しい順序、正しい方法というところで、まあ、僕は結構、まあ、ここを取り組んでいる議員さんだったりとか、積極的な議員さんをポリポリで見つけてですね、実際に、まあ、こういうふうにお願いする。まあ、それは結構いろいろと、まあ、こういう議員さんの順番で行った方を説明しに行って変えようみたいなところをやって、まあ、議員さんつないで、まあ、OK をちょっとずつもらって、そこから、まあ、省庁、まあ、消費者庁ですね、呼んだ勉強会を開いて、まあ、どうですかみたいなところで、まあ、いろいろと、まあ、勉強会する中で、まあ、これって法律だったりとか変えなくても、割とその法律の運用解釈を変更するって、結構簡単な、変更でいいっていうことになってですね、まあ、変わったみたいなことがあったりしましたね。これはちなみにその話が、相談があったりしてたから、実際にその変わるまでの期間でどのぐらいの期間だったんですか？いやまあでも多分数ヶ月とか3ヶ月とか6ヶ月そういうレベルだったと思います。なんかそれこそなんか鶴岡さんとか本当に数年間この問題すごい課題に感じたんですけど、まあ、僕とかに来て多分本当に数ヶ月で変わったんで、だからなんか僕結構思ったのは、そのノートさんとかベースさんとかそういうレベル、まあ、上場とかしてるレベルでさえロビングとかのノウハウがあんまないんだっていう、はい、結構危機感を感じましたね。そのやっぱみんなそういうことをちゃんと言うことが日本社会とか日本経済にとってもいいと思うので、まあ、ぜひ皆さんロビングしてほしいなと思ってます、ね。でベースって、まあね、設立からもう10年とかやってますよね。そうですね、なんか設立当時から課題だったって言ってたん で数百万ショップとか、まあ、普通に空いてて、それでその課題をどうしようかなって、なんかね、基本的にはみんな考えそうな話っていうか、ユーザーとしては嫌ですよね。僕だって嫌です。もし自分でやるとき。これ、鶴岡さんとよく話すんですけど、やっぱその、法律変えられると思ってなかったみたいな、まず、そういう考えが特にあるし、それはちゃんとこの事例に関しては、本当に正しいロジックがあったので、もう数ヶ月で変わったんですよね。それは僕らがちゃんとサポートしたっていうのもあるんですけど、なんで、もう本当にみんなね、法律って本当変えられるので、まあ、正しければ。っていうのはやっぱり、なんかやっぱり社会として知るべきだし、特にスタートアップとしては、みんなも本当にツールとしてちゃんと使うべきだなと思ってます、ね。ちなみに、アメリカの VC とかだと、結構本当にこのロビングとかをやって、世の仕組みを変えていくみたいな、なんか本とかではメディアで見聞きする部分があったりするなっていうのを思っていて、まあ、非常にその、なんか Uber とかね、ああいうような会社とかもロビング担当がいてみたいな風なイメージがある。で、なんかこの、まあ、ロビングにたどり着くっていうのは、そのポリポリもいろんな変遷があったと思うんですけども、その、まあ、最初からそのロビングサービスをやってたっていう感じでもないと思うんで、なんかロビングとかっていう、そのものの課題感とかに、なんか本当にたどり着いたのは、なんか、カズマとしては、なんかどのタイミングとか、どんな時だったんですか？そうですね、やっぱそのまあ、ロビングのどういう手を取れるかですけれども、まあ、まず僕らの、まあ、ポリポリっていう、まあ、議員さんと国民向けのサービスと、まあ、ポリポリガブって行政と国民向けのサービス、まあ、2つプラットフォームを展開してたんですけど、まあ、割とその、まあ、結構ユーザーさん、割とその一般のユーザーさんが、まあ、いろいろと議員さんに、まあ、つなぐみたいなこととか、まあ、結構提言するみたいなサービスやったんですけど、まあ、何ですかね、まあまあ、抗議の意味で捉えるとそれってまあロビングだよねみたいなところがあって、まあ、割とその創業当時からその、まあ、提言するみたいなところで、まあまあ、今思うとロビングサービスだなって思ったりはしましたけど、まあ、本格的に例えば団体とかそれこそベースさんみたいな会社さんがポリポリを使ってサポートを受けてロビングするっていうのは本当に、まあ、そういうする中で、まあ、団体さんとかがすごいこれどうにかしてくれないかみたいな話が結構あるようになって、そこからまあじゃあ、まあ、団体さんとかそういうサポートもした方がいいんじゃないかなみたいなふうには思ったりしましたね。これちょっと話せる範囲とかにもよると思いながら質問したいんですけど、なんかロビングを受けますっていうと、なんか、なんだろうな、弁護士さんとかいたときに、なんか値段とかが、その、正直言うと、なんとなく不透明感が、まあ、正直 あるなと僕は思うんですよ。なんとなくですよ。頼んだこと、僕自身が直接頼んだことないから、わからない部分で言ってるんですけど、その、まあ、今の自分の感覚で、その、ポリポリを通じてとかっていうことでいくと、こういうのって、こう、なんかパッケージングできるタイプのものなのか、そういうもんじゃないとかっていうのはどういうふうに見えてるんですか？それは本当にまさに、まあ、今作ってるところではありますけれども、まあ、そのパッケージ化できるかなとは思っていて、それこそ弁護士さんみたいな費用体験するってもありますし、まあ、あとはその、まあ、割と海外とかだと割とそういうプロダクトとしてロビングプラットフォームみたいな風な、まあ、SaaSというか、まあ、次みたいなふうに使えるサービスもあって、まあ、まあそんなできるかなと思っていますね。ただそのやっぱり大事なのはそのロビング
って割とそのクローズドで、まあ、本当に密室政治とか言いますけれども、なんかどんどん動かすっていうのがやっぱりその、まあ、あんまりオープンじゃないし行けてないよねみたいなのがあるので、ポリポリとしてやりたいのはそのままこういうベースさんとかもそうですけど、実際に事例変えたとか変えてるっていうのをしっかりオープンにしながら、それを国民としてまあ納得をまあ得られながらロービングしていくってことが、まあこのポリポリサービスとしてどんどんと今限定的にちょっとやってるところではありますけど、まあオープンにしながらみんなで変えていこうよみたいな風なロービングっていうのはしていくべきかなと思ってます。まあ、ここもちょっと詳しければっていう話で、まあ、僕ら Web3 としていこうっていう話があったときに、その、平正明さんって、Web3 を、その、議会で上げてくれたじゃないですか。まあ、これもなんかこう、誰かしらがロビングしたとか、課題感を提示したから、ああいうことが起きたっていうふうに認識すればいいんですかね。ちょっと平さんの事例、ちょっと細かくわかんないんですけれども、まあでも平さんとかはね、結構いろいろと、まあ、G1 だったりとか、そういうとこ出られていて、そこから取られてきたかなとは思っているんですけれども、まあ、それってやっぱり結構運の要素もあるんですよね。その議員さんが結構関心があってみたいな、やっぱりその企業側からしっかりと、いや Web3 大事なんですよ、大事なんですよねってことを、まあ、Web3 はまあこんだけ話題になってるんですけど、まあ、他のテーマでもまあ議員さんにインプットするのは大事かなとは思っていますね。で、まあ、やっぱポリポリの強みとしては、それこそ平さんとかもポリポリで Web3 の政策出してたんですけど、どこにも載ってないその政策の情報があるんですよね。特にそれは例えば僕らと打ち合わせした時に、いやなんかこういうのやろうと思ってんだよねみたいな、そういう例えばことを話したりしていて、それって議事録にも載ってないし議員さんのホームページにも載ってないですけど、僕らに大量のデータがあるんですよ。この議員さんがこういうことをやろうとしているとか興味あるみたいなところって、まあ、そのところをデータとして取ってるところはもう僕らしかない日本で。なるほど。社内にその議事録が残っていて、別にそれってなんて言うんだろう、向こうにも、まあ、あっちにもあるけど、別にどこかに公開されてるものじゃないっていう。そうなんで、だから割と僕らのロビングをやるべきとして、まあ、強みとしてやっぱり議員さんの政策の方向性とか政策が、まあ、僕らは取ってるわけなんですよね。なんで、まあ、ポリポリ今結構、まあ、限定的に議員さんに展開してたんですけど、まあ、これからどんどんとスケールさせていくと、まあ、基本的にほぼ全ての議員さんの政策の方向性とかは僕らに溜まってる状態になるんですよ。なんで、じゃあ企業さんの相談を受けた時に、あ、じゃあこの議員さんこれだったらこういうふうに、まあ、議員さんとかをつないだら多分一番早いだろうなっていうのが、まあ、日本で一番分かる会社になってるんですよね。まあ、今も割とかなり、まあ、日本国内で言ったらかなりそういうのはできると思うんですけども、っていうのは、まあ、今後展開としては、まあ、この1年とかでやるかなと思ってます。僕、その平さんが Web3 について語った時に、まあ、初めて名前を知ったんですけども、こんなにまず情熱的だっていうことと、あとあの人なんか平ペーパーってあるじゃないですか。はいはいはい、いわゆるこう自社のその議員のサイトっていうか平さんのウェブサイトに大体そのどういう骨子でそペーパーでこう開示するみたいなことをやっている。でだから僕が聞きたいなと思うのは、まあ、情熱もある、まあ行動力もある、こう、まあ、それでああいうなんて言うんだろうな、こうペーパーみたいなものをオープンに出すみたいな、だからこういう人ってその別に政治じゃなくてもいろんな業界にあんまりいないと僕は思ってるんですけど、だからこんなこの3つの要素をこう抱えているような議員さんって結構いるもんなんですか。まあ、ペーパーとかはね結構まあ、ね、あれですけど、まあでも国会議員さんってめちゃくちゃ皆さん優秀ですし、いい人なんで、皆さんすごい情熱持って特定分野に関してやってる議員さん多いと思います、ね。それはやっぱり知られてないのは問題だと思うんですけど。ああ、でもそうですよね。うん、まあ、平さんとかに関してはこういうテクノロジーとか物理系に関してはめちゃくちゃ強いと思う。じゃあそれもやっぱり直接的な、なんて言うんだろう、こう、まあ、ある意味交流機会が、まあ、全然なくて、なんか僕らにこう、なんだろう、たまに本当に誘いが来るのは、じゃあ誰々先生のなんか議員パーティーがあるんだけど来ないみたいな、なんか何百人かでホテルのホールでみたいなのが来るんですよ。はいはいはい、これは僕はまあなんか一回も行ったことはないけど、たまになんかそういうのが連絡来るケースがあって、なんかそのイメージ強いですね。そうですね。ちゃんとその、まあ、パーティーの一員として参加するっていうのも、まあ、一定効果あるかもしれないんですけど、やっぱり、まあ、Web3 の政策としてこういうことを取り組んでほしいっていうのが、やっぱその、やっぱ政治って日本だとカッコつきだと思っていて、なんかそのなんかスキャンダルとかなんか政治家、はいはい、っていうのがイメージとしてあると思うんですけど、やっぱその政治って、まあ、仕組み作りなんですよね。ルールメイキング、まず行政もそうですけど、なんで、まあ、薄いの政策今はおかしいよね、じゃあそれを変えよう、じゃあ政治に相談して一緒に変えよう、これがもうまさに政治、もう本来の意味での政治。
なんで、まあ、その、なんですかね、やっぱ普通に生活してると、やっぱかっこつきの政治なんかパーティー来たとか、なんか権力闘争みたいなイメージがどうしても強くなるんですけど、まあ、本質的にはやっぱり国づくりだし、町づくりだし、まあ、そういうところなんで、まあ、そういうイメージは持ちたいし、持ってほしいなとは思ってます。なんか僕自身は、Web3 は、いわゆるこう仕事上、なんかやりたいっていうのと、あと気になっているのは、まあ、うちインターン生がその基本的に海外大に行ってるメンバーが多かったり、あと中国人で、海外シンガポール育ちで中国人うちにいるみたいなメンバーがいるんだけれども、なんかそういう、まあ、割と優秀な外国人が日本でもっと働けるっていうか、そのもっと誘致するようなこととか、まあ、これちなみに昨日もその家族バーベキューみたいなのしてたんですけれども、いわゆるこうフィリピン人のその、なんて言ったらベビーシッターさん頼んでるみたいな人がいるんだけれども、多分もっとその外国人のそういうシッターさんがいたりとか、まあ、何人さんがいるみたいな世界観ってなんか日本はないけれどもほとんどないと思うんだけど、あってほしいなとか、なんかあとはやっぱり子育て支援、で僕子供が半年前にできたりしていて、なんかこうその時になっ段になって初めて、なんかいろんな社会の仕組みに対してのこうなんかこう課題感っていうのは非常に感じ取れたっていうのがあったから、まあ、僕36なんで、まあカズマとの年齢差だいぶ歩くわけだけども、なんか、なんでその先選挙でって、なんかこう言ってたじゃないですか。その、こう、課題感を持ち続けられてるんですか。まあそうですね。やっぱりその、まあ最初は選挙をやるときになんか、なんでこんな、なんとなく生きてないんだろうみたいなふうに思ったわけなんですけど、やっぱ課題感として、その、まあ、全然その政治行政と国民の間に壁がっていうか深い溝があるよねっていうところ、それはデータとしてもやっぱり行政の信頼度って本当3割とかそういう話なんですよね今。まあそれこそじゃあ木下さんとかすごい社会に対していろいろやれてると思うんですけど、じゃあまあそういう人でさえなんか子育てとか Web3 とかいろいろ課題を感じて、まあでもそれをなんかあんまり行政、政治とか行政にアプローチできないみたいなところはあるので、やっぱポリポリみたいなサービスっていうのはもう時代の必然だと思ってますね。なんでまあそれはなんかもしかしたらまあポリポリがまあないと思いますけど、まあ仮になくなったとしてもこういうサービスっていうのは日本においては時代の必然として出てくるんだろうなと思ってますね。なんかでもこういわゆる今のアウトプットとしてはそのロビングのサービスはちょっとそういうコンサルティングには近いと思うんですけど、まあいわゆるこうメディアみたいな形にもなってるじゃないですか。もうなんかこうまあノリで言うとリクルートが100億円ぐらい出してくれてもいいんじゃないかってことをやってますよね。まあ僕らってそれこそまあ、生理の貧困って前話題になったと思うんですけど、あれはポリポリから始まった政策で、まあ、ユーザーさんが生理としてもっと、まあ、生理の貧困、まあ、コロナ禍とかで貧困になって生理用品ですと買えないみたいな人たちの声がどんどん高まって、実際にそれは数百億円とか数十億円の単位で、まあ、予算がついて変わったんですよね。でただポリポリって全然そんななんかマージンとかないんですよ数百億円動いたとして。でもなんかポリポリにはやっぱそういう可能性、本当に国家予算が動いたりとか、国家の仕組みが変わるわけなんで、だから、なんですかね、これをなんかスタートアップしてやるっていうのは、まあ、一個のソリューションで、本当は国がやるべきものだと思うんですよ。もうまあ、国ってなかなかいろいろ規制とか、いろいろしがらみがあるんで、僕らみたいなスタートアップがやるみたいなところあるんですけど、やっぱ台湾とかだとね、結構、まあ、V 台湾とか、があったりして、まあ、僕らがスタートアップとして成功する、例えばこれは僕ら上場目指しても上場するっていうのは、まあ、なんですかね、それ以上の意味がかなりある。なるほど。まあ、それと投票率が上がったりとか、まあ、政治として、まあ、僕ら上場するぐらいの規模になるってことは、まあ、世の中として、まあ、それこそ文化として、ロビングとか政治にアプローチするっていうのが、まあ、絶対にできてるっていうことなんです。なんでもうそれは僕らがスタートアップして成功するっていうのはもう社会が変わったことになるし、文化が変わったことになるんで、もう本当に、まあ、難易度は高いと思うんですけど、まあ、難易度が高いからこそ面白いとは思ってますね。わかりました。もういやなんかもうめちゃくちゃその今回のテーマ、まあ、ロビングについてこう知りたいっていうことだけど、ポリポリの魅力をすごい上がった回になったんで、ぜひいろんな形で連携したいというふうに思いますし、僕らの、まあ、僕らスカイランドとか投資先に対してもロビングの部分での相談はちょっとまずやってもらいたいなと思うし、 VC の人たちもそこの課題感を持ちきれてない人たち多いと思ってるんで、まあ、それもなんか僕らが動いてもっとその
啓蒙することができると思うんで、なんかそれはぜひやらせてほしいなというふうに思ってます。ありがとうございます。まとめると、スタートアップはロビングしようということで、そう、新しいワードができたんで、頑張る。もう企業促進のなんか政策も作ってほしいなっていうのもありますしね、まあ、全員あるはあると思うんです、今でも。僕らは GAB っていう、まあ、それは行政向けのまあサービスもやってて、それは経産省さんとかのスタートアップの政策とかどんどん出てるんで、まあ、そっちでもいろいろと、まあ、皆さん声とか届けてほしいなと思います。わかりました。はい、それでは今回は、ポリポリの伊藤和真さんに来てもらってました。ありがとうございました。ありがとうございました。